チは3度目のシーズン40発、ルースは11シーズンで記録している。ブルージェイズ8位にヤンキース、日時間3日、ニューヨークヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手は2日、日時間3日、4度コロチのブルージェイズ戦で今季メジャー最速の40号塁打を放った。初回に3試合ぶりの2ラン。飛距離477フィート、約 145.3 メートルの特大アーチで3度目の大台到達となったが、その一方で伝説のスラッガーのアーチストぶりに注目が集まっている。通算714塁打を誇るベーブ・ルースだ。ヤンキースに移籍した1920年に54塁打を記録すると、31歳シーズンの1926年から7年連続でシーズン40発超え。実に11シーズンで40塁打以上を放っている。公式サイトのサラ・ラングス記者は、ヤンキース選手が何シーズンで40塁打以上を放ったかに注目。ジャッジは3だったが、ルースは11、ルー・ゲイリックは5、ミッキー・マントルは4となっている。2022年にリーグ記録のシーズン62塁打を放ったジャッジは32歳。今後もアーチをかけ続けるだろうが、ラングス記者の投稿からは、いかにルースが偉大なアーチストだったかが伝わってくる。フルカウント編集部。